Lines. Cover this, Frank. Yes, yes, yes. 今日も FIFA20 レバンテ監督ゲレモードの続きやっていこうと思います。今日はラリーガ、エイバル戦とレアルベティスとの2試合やっていこうと思います。前回レアルマドリードにね、まあ惜敗って言っていいのか分かんないですけど、2対3で敗れてしまったので、まあ今シーズン初の敗戦だったんですけど、まあレアル相手だったんでね、まあまあ割り切ってというか切り替えて、エイバル戦、ベティス戦今日2試合ね、連勝できるように頑張っていきたいなと思います。ではやっていきましょう。ではエイバル戦こちらのスタメンでやっていこうと思います。モラレスがねレアル戦で怪我をしてしまって3週間離脱するということで、今日は左にサイモンを起用してやっていこうと思います。おヌイヌイ選手は先発起用で、日本人対決ってレバンテでは日本人選手獲得しないのか、うちは。若干見づらい、気のせいか。そう、サイモン、今日先発起用のサイモンからまた、さあまた、えいえいえい PK。 ちょっと引っかかりに行った感もあったけど、決してわざとではない。思いっきりでも後ろから行ってるもんな。ここは獲得したマタが自分で、ポストか。いやーちょっと際どかったかな、位置が。うわー、やってしまったな。ちょっと際どく攻めすぎたか今。お、ただまだチャンス。ワルディファーサイド、ロジエル、ワルディあー取られる、まずい。よしよしよし、クラスター。いやちょっと PK 引きずるな、なんかあの外し方はちょっとせめて止められたかった。まずい、危ねえ。さあサイモン走らせる。あーかわせない。OK、クラークに対応。オフサイド。よしよしよし。サバルディ、エルナニ。おし、かわした。ここチャンス。2対2だけど、誰もプレスかけ来ない。イエーイ先制、エンナニの先制点。2対2っちゃ2対2なんだけど、ロジエルに2人ついてて、なんかカバーも遠いし全然間に合ってない。独走でエンナニゴール、2試合連続。あ、まあ勝ってるんでね。さあカンパーニャ、またダイレクト、おえいシュート、ただ防がれたけど、いい展開から最後またがいいシュート、左足振り抜いたけど、ここはナイスセーブ。そしてプレスも奪えない。よしパスミスカット、ベゾからバルディ、またからスルーパス、いいんじゃない？ロジェル、こっから、わあ、またのスルーパスめっちゃうまかったね。ちょっとでも外すぎたか。
よし。さあ、サイモンが走っている。スピードで振り切った。さあどうする。いやー、まだバルディ、まだカンパーニャ、バルディ拾って僕カンパーニャ、まだバルディ残して、あー決めたかった。さあフリー右サイド、ミラモン、エンラニ、バルディ、ロジエール走らせる。そして空いたスペースにカンパーニャ、サイド、サイモン、最後サイモン、サイドの最後サイモン、2-0。いやー、カンパーニャ、奥サイモン、最後これエルナニなのか、今調べたんですけど、エルナニってじゃあ今度から読みますね。ほうほうほう、よし 2-0。 レバンテキャリアで、まあ、リーグ戦で 2-0 リードは初めてだ。うわ、いい鋭い切り返し。ローズってダニーローズかな。おー、スペースナイス。さあ、エルナニ、あー、やべ、奪われる、まずい。うーわ、ちょっと軽率だったな、今のミス、今のプレーか、軽率なミスをしてしまったな。早めに判断すればよかった。オフサイ感ないか、これオフサイっぽい気もするんだが。さあ、またああ、ここで前半終了。とね、不用意な失点の仕方をしちゃったけど、まあまあ勝ってるんでね、このまま勝ち切りたい、ホームで。よし、この相手にパス弱い、カットした。さあ、わー、ロジェル、いいよいいよ、相手パスミス多い。サイモン、またロジェル抜けた、中誰もいない、自分で打つ。なんかちょっとロジエルがサイドに寄ってきた分、なんか誰もいなかったけど、最後自分で惜しいシュート。ちなみに次のベティスとの試合は中2日なんで、まあなんか選手早めに変えておきたいなっていうのは思うんですけど、どうしよっかな。 2-1 ってやっぱ怖いな。あと中2日でどれぐらい選手が回復するのかもちょっと分かんないので、あおれ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 、サイモンとか変えたいな。サイモンエルナニあたりはやっぱり、まあ、サイド大事な選手なので、モラレスいないですし、ちょっと早めに変えておきたいなと思うんですけど、最悪。めっちゃいいクロスだったね。でもいや、きっつ、追いつかれたか。いやー、まあクロス上げさせちゃダメだったな。そこからはちょっとノーチャンスな感じもあったから、うーん、難しい。どうしよう、選手交代どうしよう。
さあ、縦のヒール、またまた、またサイモン切り返して、イエス、さあ勝ち越した、よっしゃー、やってくれた。いやー、まあ、またちょっと一回奪われたけど粘って、最後スルーパスサイモン、サイモン得意の右足に持ち替えて、最後このね、うい、サイモンレンタル実勢出されてる選手なんだけど、まあ、ゲームだとすごい使い勝手がいい選手とは思うんですけどね。さあ、マタを変えてロシーナ投入で 4-4-2 に変更しました。2トップはロジエルとバルディです。まあ、後にバルディを変えます。さあ、バッターパスミスが多いエイバル、あーよし、この3人の連携、もう一回ロジエル通るか、惜しい。よし、ここパスミス多いな、ありがたい。さあ、ロジエル、いや、ファール、ただロシーナ、うわディオップのとこ、そうね、イエローね。いや、でも決めたかったな今のとこ。さあ、選手交代、バルディとレオン変えて、そしてサイモン変えて、サンドバル投入です。よし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 、さあいいチャンス。さあ、ロジェル、エンナニに渡った、いや打てないけど、レオン反応して4点目。いや、よく反応したレオン。サンドバルがカットしたところから最後レオン、ここよく走ってた、ずっと。メラニのとこ決めたかったけど、いや、よかった、結果、まあ、入ったからよかった。ファーサイドレオン、さあ終わるかな、ここで試合終了、4対2で勝利、連敗はせずにしっかり勝ててよかった。いやー、なんとかね、同点に追いつかれた場面もあったんですけど、最終的には4対2で勝利することができてよかったなと思います。次は中2日でベティス戦です。連勝できるようにやっていきたいなと思います。ではベティス戦、こちらのスタメンでやっていこうと思います。結構メンバーを変えてますかね。ロシーナ、ロベルト、クエンカが今日、あとコケですね、が、先発起用です。で、エルナニとか、ロベル、またはベンチスタートで。まあ、あと中盤ね、カンパーニア、バレティも疲労が溜まってそうなので、いつも中盤の選手はベンチに1人しか置いてないんですけど、今日はラドジャを、入れて、マターも含めて2人、一応ベンチに置いておいて、まあ、疲労がねかなり後半多分見られると思うので、そこで、まあ、選手交代できるように、まあ、分かんないですけど状況を見てね、他のところが変えた方がいいかなっていうところは他のところ変えますけど、まあ、あとはちょっとマヨラルはまあ、そういうのもちょっと影響してベンチ外なんですけど、まあ、レオンもね、前節点取ったのでレオンを残して、ロジエルは、まあ、いけるかなっていうところでちょっと先発起用でやっていこうかなと思います。まあ、ベティスちょっと順位見てないんですけど、メンツはかなりね、もうビッグクラブ
みたいなメンツなんで、まあ、厳しい試合にはなると思うんですけど、あとロベルトが、ベティスから来たロベルトを今日は先発起用させているので、なんか初めてのレバンテの試合がベティス戦になんかしちゃってごめん。こうプレスかけたい、なんか適切なスピードでプレスかけたいけど難しいんだよな、それが剥がされるかプレスかけれないかみたいになっちゃうから、おぶぶぶぶぶ、ナイス。いやー素晴らしいよ、いい献身性ですね。まずい、今通されたくないってこと、通された、いやー切り返せた、おおナイス、キー入ってる、うわー今入ったと思った、ナイスキー、おし、あーまずい、うわ空いてる、ナイス、いやーナイスキー、もう2本目だ、ビッグセーブ。さあそしてロジェルがここのパスカットしてサイモンに渡す、ワンツーはできないけどサイモンいいフィジカル、あーここ取られる、口が忙しくなってきた今、いやロシーのナイス、そしてロベルト、ロベルト、バルディ右、カンパーニャ、カンパーニャ出てきた、カンパーニャ、カンパーニャ決めたい、よっしゃ決めたー、カンパーニャー、この433フラットの良さ出てるよ、ちゃんと2列目から飛び出ししてくれるもん、サイドがボール持った時、ああちょっと何本も危ないところ続いたけど、アイテールのビッグセーブもあって、逆にこっちはカウンターで1点先制。ライネス、カムです、フランケースです、です、okay、まあ急がず攻め急がず、うち簡単チームじゃないんで、さあクラーク、ロベルト、カンパニー出てきてる、また、さあ、あーここはコーナー、今日カンパニーがよう出てきてくれる、さあそのカンパニーのコーナーニアで合わせた、うわーナイスキー、ジョエル、いいよプレスかけて、いやいいよロベルト、いやいいよいいよいいよ、ナイス、ロベルト守備能力高いな、なんかいるのかな、微妙だな、さあロシーナ、ロベルト使う、さあロベルトフリーでどうする、切り返して右足、いやー惜しい、今左利きなのになんで今切り返したんだろうって思ったけど、逆足欲しいだった、まずい、ロスタイム入ってる、前半はこれで終わりたいよ、これ今言ったばっかやん、あーカナレス、くそドルトムントでもそうだけど、もう失点試合はできないね、いやまあ強いもん、基本的に相手強いもん、立場が違うもんね、いやただここの失点は痛いな、そうね、でもこんなヘッドされたら足出したらもうファールみたいになっちゃうもんね、よし、うん、前半1対1、
まあ、後半ちょっとね中2日なのでだったので前節から疲労も多分出てくる選手いると思うので、まあ、見極めながらどこを変えたらいいのかっていうのを勝ちたいよ今日。ポジションな俺危ね全然ポジションできないもんな。いやこれでカットできたらいいんだよね。よし最後あーちょっと無理やりすぎた。まずい OK。 いやサイドサイモン、さあロジェールがいいタイミングで抜け出した。これ決めよう。よっしゃー勝ち越し。完全にもうカウンターチームみたいになってるけど、まあ勝ち越したからいいでしょう。よっしゃー、いいね。あ、フェキル入ってきた。まずい。あぶねえ。いやよくマイボールにして抜け出したな。さあサイモンめちゃめちゃカウンター。もうねえな。いやでも危ない場面防いだから、よしそれを忘れちゃダメだ。まずい切り返す。サイモンも疲労が来てんだろうな。まあこれうわ危ねえ、今入ったってちょっと思っちゃったわな。選手交代、バルディと、サイモンを変えてラドジャとレオン投入。右のウィングにレオンを入れて、そのままバルディのとこにラドジャ入れてます。まあ疲労を考慮しました。サクラク、ロジェール落としてカンパーニャまだ、いやーまずいか。カウンター来る。ここキーパー欲しい。これ待って、レオンの裏通したかったけど、いやー来たんじゃねこれ。いやー決めたかった今。めっちゃいいカウンターだった。もう理想的な感じだったけど、いやシュートのちょっと質が正面だったな今。さあ80分選手交代、ロベルト下げてサンドバル投入。まあ、エルナニとマタは今日はもう温存で。よし、まあ、ドルトムントの時みたいにちょっと本当にいつもなんかもう一定差なんでちょっと危ないんでもう下で回しますとか言っていつも攻めてたけど、今回本当に同点にされそうな雰囲気全然あるので下で回しながらもう今日終わりたいなと思ってます。なんちゅうパスの出し方。いやでももうロスタイム2分でもう目安の2分に入ろうとしている。なんかよっしゃー、なんとか2対1勝利。いや2-1で、この動画では2連勝収めることができました。よかったです。まあヒヤッとしたんですけど、まあ、本当に勝ててよかったですね。中2日で
過密日程だったんですけど、まあ、ここからまた中3日でオサスナ戦があるんですけど、メンバーもね、何人か休ませることができたので、かなりいい勝利だったかなと思います。はい、そんな感じで、今回これで終わりたいなと思います。また次の動画で会いましょう。さよなら。